1985年のコース1985年のルマン24時間レースは53回目のルマン24時間レースであり1985年6月15日から6月16日にかけてフランスのサルトサーキットで行われたフランス西部自動車クラブは事前に財政難から開催が危ぶまれる旨発表しておりレースファンを心配させたが結局前年とは 打って変わって、参加台数の多い、賑やかなレースとなった。使用可能燃料送料の規定が前年より、大幅に少ない2210リットルに変更され、これにより、少なくとも2.3キロメートル、リットル以上の燃費を確保しないと、上位入賞は無理となった。ポルシェワークスが、前年の不参加から復活するとともに車両を、 ポルシェ 962C に切り替え3台を投入、ボッシュモトロニック MP1.2 は目覚ましく改良されていた。クレマーレーシングは3号車を 962C に切り替えたが、従前通り956バイトも使用でき、軽量な956バイトをそのまま使うチームも多かった。 ヨーストレーシングは3リットルエンジンを熟成し、さらに3.16リットルとも3.2リットルとも、言われる別エンジンを用意し、これに習うチームもいくつかあった。ポルシェでなければ、勝ち目はないが、他と同じでは抜け出せない状況だったため、プリマガスコンペティションのように、ポルシェエンジンを使った、独自のグループ C カーも登場してきた。ランチアはこの年、LC2 をさらに改良して、 タイヤをミシュランに変更し、テストも十分にして、ホッケンハイムとルマンを除く、FIA 世界耐久選手権すべてのポールポジションを獲得するなど競争力は大幅に向上していたが、決勝はトラブル続きであった。メルセデス・ベンツがザウバーと組んで、ザウバー C8 で1955年のルマン24時間レース以来の参戦となった。トムスが 85C で参戦してこれが、 トヨタ自動車の事実上の初参戦となり、話題を呼んだ。ただこの段階では、ワークス体制ではない。マツダは、前年の改良モデル 737C での参戦で、これまで、道理にローターの13バイト型エンジンを使用した。これは、参加車両中最小排気量、最小出力エンジンであった。プライベーターにとっては、手軽なため台数が増えた。 二年目のジャガーは、前年のアメリカからの挑戦に刺激を受けた、ジャガー本社が参戦に乗り出し、トム・ウォーキン賞ーレーシングが、ジャガー XJR-6 を開発、トニー・サウスゲートが設計した、カーボンモノコック車子に排気量を6.2リットルに拡大した、V 型12気筒エンジンを搭載していた。しかしルマンには間に合わず、前年に引き続きジャガー XJR-5。 改良しての参戦となった。XJR-5 はこの年ルマンの公式ポスターを飾った。インスタでは高成績を上げているものの、ルマンでのトップチームとの比較では力不足であると考えられていた。ワークスポルシェ2台が順当に最前列を占めた。ヨーストレーシングはユノディエールのストレートエンドで時速 370km 超を記録するなど、 空力の向上が伺えた。ジャガー XJR-5 は16位と17位であった。メルセデスベンツのエンジンを搭載したザウバーシー8は初日18位のタイムを出したが2日目にクラッシュして決勝出場は断念した。マツダ 737C は予選を通ればいいとの考えでタイムアタックをしなかった。85号車が40位。 86号車が44位であった。ドームのエイエリジュは3分20秒台後半を考えており、林実ノルもその程度のタイムを予想していたが、実際には3分40秒にも届かなかった。林実ノルは、トヨタのエンジニアがトラブルを恐れて、国内レースより、はるかに出力を落としているのではないかと疑った。結局トヨタ陣営はドームが24位。 トムスが31位であった。決勝レース開始前のセレモニーは前年と比しても華やかで、副用機が曲儀飛行し、それが終わるとコンコルドがコース上空を低空飛行した。ワークスポルシェのセッティングが燃費に関して慎重すぎたようで、予選と比較して一周あたり30秒も遅れる、不調ぶりであり、 ヨーストレーシング7号車とジテエンジニアリング14号車が先行した。この2台はお互い引っ張り合って燃費向上とハイペースを両立しワークスを振るい落としにかかった。これに対してワークスはモトロニックのセッティング変更に手間取り対抗できなかった。ジテエンジニアリングもボディにナイジェル・ストラウドの改良を受けていたがブレーキパッドの交換に手間取り決着がついた。 しかししばらく経って分かったことであるが、ヨーストの車両は特別チップで燃費が非常に向上しており、そのままついていっていたらガスケツでリタイアさせられるところであり、実際にはジティエンジニアリングはこのトラブルに救われていたのである。ジャガー XJR-5 は40号車が10時間半を過ぎたところでドライブシャフトが破損してリタイア、もう一台の44号車は 電子系統のトラブルで一時ピットインした。松田はこの年すでに3ローターエンジンを開発しており、2ローターでの参戦は最後になるはずで、トラブルを起こさず確実に上位入賞するのが目標であったが、レース開始後わずか40分で85号車がオイル漏れを起こし、修理に2時間40分もかかった。トムスは、完走だけを目指しており、スターティングドライバーの中島サは、 トヨタのエンジニアから示された最高回転数をさらに、数百回転落とすよう他のドライバーを説得していた。トヨタの重役からは、松田よりゆっくり走れという指示が出たとも言う。ヨーストレーシング7号車、クラウスルドビック、パオロ・バリルラ、ルイス・クラージェス組のポルシェ956バイトが24時間に5088.507キロメートルを走って優勝した。 ルイス・クラージェスは、家族、特に病弱だった母親にカーレースをしている事実を隠すためジョン・ビンターという偽名で参加しており、優勝者の身が上がることを許されるバルコニーに帽子を深くかぶって現れ、カメラマンが撮影している間ずっと下を向いていた。しかし家に帰ると母親におめでとうと言われ、ずっと前から全部バレていたことが判明したという。 ポルシェワークスは2号車が3位に入ったのが最高で、ヨーストとは距離にして 95km、7周差をつけられる惨敗であった。エースであったジャッキーイクスはこの年限りで引退した。ランチアは6位と7位に食い込んだだけで、その他トップ10はべてポルシェで占められた。ジャガー XJR-5 はレース終盤に、エンジンに、トラブルが起きたものの44号車が13位で、 感想した。ありがとうございます。